はい、どうもエテポンゲです。地下のね2階に来てくれということなのでね、ちょっと行ってみましょう。まあエテのだいたい予想はつく。多分だけど、その戦うところじゃないかなと思ってんだけど、でクリアできたらなんかいいものがもらえると。うん、はい、ビル地下2階に繋がっているみたい。行ってみましょう。これでやっと行けんのか。ここずっと気になってたんだよね。はい、で多分だけど、そのなんかもらえるもんもね、なんかなんとなく分かってる。多分その光あふれる地に行くためのその称号、称号っていうかマップで、マップだと思う。実はでそれ今探そうと思ってたんよ。うん、探そうと思ってたところちょうど。誰もおらんがな、ここ。入れないし。入れないし。え、何ここ。そんな眩しいか、今の。なんかすごい楽しそう。何なのこの場所は。格闘場のようだけど、どうしてここに。これをアロマがどういうつもりなの。彼女らしいといえばらしいのだけど、調べてみましょう。ここからでは様子がよくわからないわ。中心にバトル用のステージがあるみたい。あそこまで行ってみましょう。はい、はい、自動的で言ってくれんね。立派な客席ね。お客さんがたくさん入れそうだわ。ようこそモンスターバトルグランプリへ。アロマいるじゃん。けど多分あれか、そのエイリアスか。どうしてここに。旅立ったはずでは。私はアロマ本人じゃないわ。このモンスター、格闘場の案内役アロマ2号よ。まんまだ、まんま。2号よ。そうか、 AI ね、テレジアのような。モンスターバトルグランプリはあんたに残したアロマからの挑戦状。最強のモンスターマスターを目指して勝ち抜いてみせなさい。得て。ほうほう。だそうですね。まさかこんな置き土産を残していたなんて驚いたわ。でも派手好みなアロマらしい。これが噂に聞いたモンスターバトルグランプリ。モンスターマスターたちの晴れ舞台、あんたも出るのかちょ？SA。あ、そうか。バトルグランプリ、そういや、今までのその、過去作では、その、何？昔の、ジョーカー2とかだったら、その、ドンモグーラの、その、仕切ってたグランプリがあって、最終的にそこが、実は本当の格闘場だったみたいな、グランプリ会場だ。昔から、いにしえから伝わる格闘場だったみたいな、そういう流れだったもんね。もともと、だから、ジョーカー2とかの時は、グランプリに出場するために飛行船に乗って、出発して、途中で、落ちちゃってとか、そういう流れだったもんね。故郷の星にいた頃は定期的に開かれていた大会なのよね。まさかこんな宇宙の果てで復活するなんて予想もしてなかったわ。うん、宝箱ありそう。ちょっとちょっと乗れそう、乗れそう。2345。乗れない。ここ乗れそう。あれ乗りたい。
うん、宝箱なさそうだね。うん、ない、ないわ。なんもないわ、ここ。鹿丸。故郷の星における大会で最後のチャンピオンになったのがアンセスさ。もしも相手がチャンピオンになったら面白いよな。故郷での最後のチャンピオンの弟が意味にして最初のチャンピオンなんてできすぎだろ。すごい技術の舞台だちょ。鹿なのに青空が見えるんだちょ。いや、血は筋肉踊るね。大好きだったよ、故郷の星にいたときは。うん。モンスターマスターならば誰もが夢見た大会だったのよ、これ。私たちも同じくらい、盛り上げていきましょうね。俺も将来はモンスターマスターになるから、このでっかい舞台で戦ってみたいぜ。はあ、これで全員かな。よし。どうしよう、早速じゃあやってみようかな。まあ、このクリアしたあの裏ボス倒したまんまのメンバーなんだけど、いけるよな、いけるよな。よく来たわねて。この場所こそモンスターマスターたちの夢の舞台、モンスター格闘場。ここでは1日1回素敵なゲストを迎えてあんたと戦ってもらうイベントバトルと、いつでも制限なくこっちが用意した相手にどれだけ連勝できるか試す勝ち抜きバトル、この2つのバトルに無料で挑戦できるってわけよ。さあ、ここでおじけづくあんたじゃないわね、ないわよねて。はい。何ゲストで、あと勝ち抜きバトル、なんだこれ。何回勝ち抜きゃいいんだ。まあとりあえずイベントバトルやってみようか。1日1回って言ってたしね。いい返事じゃない。それじゃあ、そこでちょっと待ってなさい。もちろん入れ替えとかさ、命令は無理か、グランプリだもんね。ってことは入れ替えはあんのかな。皆さんお待ちかね、化学工場名物イベントバトルの始まりよ。まずは皆さんご存知、我らがヒーローモンスターマスターエーテー ETE エーテー2号。対するはのちょらのちょら。逃げ足ならば誰にも負けない、暴食からも逃げ延びたサバイバー、誰だっけ、のちょりんだったっけ。のちょりん、のちょりん、のちょりんじゃん。お前を見ているうちに、おいらはマスターをやってみたくなって、密かに修行しまくってこの格闘場に立つ資格をもう得たっちょ。資格とかいんのこれ。修行の成果を全部お前にぶつけさせてもらうっちょ。イベントバトル第一戦、レディーゴー。弱そう弱そう、めっちゃ弱そう。ワンターンキルあんじゃないこれ。あ、そうそう、オートモードってのも解放されたんだよね。通常2倍オートの、うん、R ボタン。やってみる？ちょっとやってみていい？はい。オート。どうなんのオートって。ライドしてるし。これで戦おうしたいのか。のちょりんごめん、なんかごめん、のちょりん、すまん。のちょりんごめんな、なんかいろいろと全部書き消しちゃったわ。オートってそういうことか。勝負あり、勝者はもう完全にもうカットだね。じゃあカットすっちゃうんだね。まあけど手っ取り早くていいかもね。うん、まあ実況中は2倍にしとこうか。うん、2倍速にしよう。負けちゃったっちょ。まだまだお前の背中は遠いようだっちょ。でもお前にはオイラの目標として強くあってほしいから、これでいいっちょ。そうだ、こいつをお前にやるっちょ。こいつを使ってもっと強くなってくれっちょ。あ、おい、もうくれんの、めっちゃ早っ。早くない？さすがにここはさ、のちょりん程度のこのクソ雑魚のチョーラーとだったら多分不思議な木の実5個とかだと思ってたんだけど、あ、マジでありがとう。てっきり勝ち抜きバトルめっちゃ連勝して80戦以上勝ち抜いたらもらえるとかそういうのだと思ってた。お前に戦うその日が来るまで。うん。
もうない、もうない。また戦うときも、お前とやるときはもう常にオートだから。やるわねって、見応えのある勝負だったわ。健闘をたたえてご褒美をプレゼントするわ。ブロンズコイン3枚。ああ、これは嬉しい。これ、Wi-Fi の広場で使えるやつ。あ、こんなもらえんの？明日の午前0時を過ぎてから。はい。それじゃあお疲れ様。次の戦いまでしっかり休みなさい。はい。勝ち抜きバトルやりたい。うん。はい。勝ち抜きバトル。うん。説明。勝ち抜きバトルとは、次々に登場する敵と戦い続けるサバイバルマッチのことです。試合を進めるごとに対戦相手は強くなり、あなたが負けるまでバトルは続きます。命令と入れ替えは自由にできますが、道具を使ったりスカウトはできません。ただ、負けてもお金は減りませんので、そのあたりは心配する必要はありません。また、10戦勝ち抜くごとに賞金が与えられます。さらに、100試合続けて勝ち抜けましたら、非常にレアなモンスターも与えられます。好成績を収めた場合、記録されますので、次はそこからやり直すことができる。あー、ぬる。ぬるいなー。途中からいけちゃうんだ。まず50勝目指して頑張ってください。では、勝ち抜きバトルを始めます。じゃあ100勝簡単じゃん、途中から。途中から進められるんだったら、それは簡単でしょう。まあ、とりあえず、ちょっと2倍に戻して戦っていきますね。はい。これ、オートでやったら、もう、パパンっていくのかな、けど。弱っ。ちょ、弱いな。弱いな。クソ弱えな。これ、オートでよくねえか、これ。ちょ、オートにします。はい。スピンサタン、デッドプリン。はい、死んでくださーい。ジュヌー、ちょっとこれ、ちょっと負けるまでカットしますね。てかこのキメラ何これ、白いキメラ。弱かった。おっと、ちょっと待て、いけると思ったけど、さすがにきちいか、これはもう。こっからはあれか、厳しいか。とりあえず、ザオリク。いけ！弱い。恨み節。これずっと言って恨みつぶしだと思ってた。そう、応殺。おかえり。よし、入れ替えよう。なんだろう、事故ったのかな。あー、瞑想かな。瞑想しといた方がよかったかな。してくれ、頼む、瞑想してくれ。恨み節。アンカー、攻めるね。あー、これ、それはやめろ。それはダメ。 MP ガッと削るのはなしにしようや。それはなしな。デホイマ。あー、もう MP なくなってもうた。もうこれやばいぞ。これね、 MP がないぞ。もうここに来てそんなトラップ。やっぱ根に持つタイプ嫌だね。もうほんと Wi-Fi 対戦のそのグランプリの方でも根に持つタイプめっちゃやられたからな。根に持つタイプマジで嫌だわ。
回し蹴り、回し蹴りも結構、そう、回し蹴りも結構使ってくる人いたんよな。そういえばめちゃ強かったデスタムーアだったかな、デスタムーアがなんかが回し蹴りぶっぱしてきて、もうボコボコにされたもん一回。うっす、陣蹴り、うわさ、危ねえ、怖え。怖え。とりあえず魔法トラしてくれよ、魔法トラ。道具使えないのはやっぱ厳しいね。回復薬ちゃんと、やっぱこのマジュラには HP 回復入れた方がいいかな。やっぱ入れた方がいい気がする。怖いもんだってもう。やべえ、復活させよう。キラグレード効かんでしょ。マグマ、マグマンだぞこっちは。津波はやめて。あー、こいつ強え。わー、こいつ強えな。え、どうしたらいいんだこれ。生き返らせれない、やばくなってきた。ちょ、13コードでしょ多分。きっしょ、もうやめてよ、もうそんなんすんの。もうバカ、も殺す、もう殺す、切れた、殺す。もう MP ないだろ、もう。あ、やば、落ちるかも。メラガイア、なんで命大事にしてんのに、なんでそこ攻める。カメトラやってからさ、 AI2 回行動にしてカメトラやってからの超高火力攻撃みたいなもありくない。あ、それいいかも。それそれちょっとやってみようかな。今一瞬思った。ありだな、それ。あ、あ、今、ここだろう、回復させんの、キラマジ。ここで回復させなかったらいつ回復するんだよ。あ、まだ生きて、まだ生きてそう。よし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 。ここだろう。あぶねー。おい、 MP がもうないぞけど。いや、もうほんとこれ自利品になってきた。こう、まだモモンジャは超元気、まだ一回も出してない。モモンちゃん一回も出してない、元気。タメトラ、マホトラ、よし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 。今何戦目だ、60ぐらいかな、63。ブラックドラゴン懐かしいな。昔めっちゃ使ってたな、ブラックドラゴン。やっぱカウンター消そう。うん、キラーマジンガカウンター消そう。カウンター消して、4枠にして、
巨大モンスター潰しのスキル与えてハード強ボディつけようかな。で AI 2回行動にしよう。うん、ちょ1回行動の時代は終わったわもう。うん、終わったっていうかまだ来てなかったわ。1回行動のその時代は来てない、まだ。あと攻撃のなんか威力解放の技はやっぱあるみたいだね。コメントで教えてもらいました。晴天の晴天のなんとかってやつ、あ、ライドしとこう。攻撃、あー攻撃だけじゃ落ちんか。攻撃だけじゃ落ちんぽですか。よし、あーキラーマン、あ、執念ね。ほえら執念もちょっとうまいこと使っていきたいよね。執念とかそれこそやっぱ相手も根にも、でも根にも使いたい。うん、根にも、根にも使おう。まあ、まずはやっぱキラーマジンガ、4枠マジンガを完成させる。そっからかな。いや、ほんとこの戦いにおける、勝ち抜きバトルにおける最高の特技をマジラは持ってたね。よかった。これマジで100勝いっちゃうんじゃないかな。66、やっぱトメトラいいわ。トメトラありだわ、マジでありだわ。やばい、バケモン、やばい、バケモン作ってしまうかもしらん。もう、エテ、レッテス、エテ、バケモン作っちゃうかも。怖い、のその上位互換、身長レティスはいいのかな今回。身長レティスマジで強かったからな。やっぱ昔のその過去作の J シリーズ、モンスターズ J シリーズは身長レティスだとかサージタリウスとかがめっちゃ強かった。その3枠がマックスだったからめっちゃ強かったよな。レティスのその火薬域がやばかったね。火薬域の上まであったかな当時は。あれはマジでやばかった。ワンターンでも耐えれなかったね。おい、69、次70よ、これ終わった。食べとれ。やっぱこうやって、戦うことをさ、戦いを積み重ねることによって、この特技をあいつにつけて、で、ああしたら強いんじゃないかとか分かってくるよね。で、そういうさ、ネニモとかさ、ラウンドゼロとかされたとき、あ、これ、このモンスターたちでこういう風に使ってくるんだなっていうのとか、分かってくるから、そういうところをちゃ覚えていかないと、この先、勝てないよね、この先。勝ち抜くにはね、そういうところを覚えていかないと。辛い。まあけど特性結構つけ放題っていうか、いろいろ付け替えれるし、正直誰が何使ってくるかっていうのは予想つかんよね。正直つくのかな。いやけど即打ち2ターン目か、2ターン目になるか。それは命令だから。果たしてライドインパクトは打ってくれんのか AI が。そこら辺がまた問題。あぶね、ヘロヘロボディ。いけ、マホルレー。ルキャネン高め取られて、おしゃ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 し、100、どうする。ワニバーンか、ワニバーンから仕留めようか。カウンター、おし、おしゃおしゃおしゃおし、死なない、死なない。ヘロヘロボディ厄介。あー怖え。あーあー
82戦82連勝、まあけど結構奮闘した方じゃないかなこれは。勝ち抜きバトルは自分との戦い。はい、何、賞金1、10、100、1000万、36万もらった、やばい。聖銀のドクロ洗い、なんじゃこいつ。あ、メタル系か、メタル系のドクロか。スモールパワーと HP アップ3、スキルは別にそんなにいいスキルではないね。聖銀のドクロ洗い入んない、聖銀でいいじゃん。いや80かけど、これまた続きからできるんだよね、続きからってことは。まあもうこれ100、ちょっと100まで行きたいから、100までちょっと行きますわ。100行って何もらえるか、それだけ確認して、モンスターの育成に入ろうか。はい、では一回ね、ちょっとここで動画区切ります。はい、ご視聴ありがとうございました。82でストップしました。第100戦までやってきました。案外あっさり来れましたね。もう途中から83からだったんで、全然もう何のピンチもなくサクッと来れてしまいました。で、あれなんだね、敵は結構ランダムなんだね。さっきのその負けたとこからスタートしたけど、負けた相手じゃなくて多分違う相手が出てきてました。それになんかいろんなやっぱ知らんモンスターが結構出てきたね。なんか変なやつ、人間みたいなやつとか。で、ドラクエ10のボスギルギッシュも出てきてた。おるんね、欲しいね、ギルギッシュ。まあとりあえず100勝目は2倍でいきましょう。やっぱこれが安定するんじゃないかな、このマグマンとマジンガのコンビ。回復 SP ついてるしね。ただ MP がね、徐々になくなってくるから、そこだけが問題。勝ちました。まああとはね、もう多分このままずっと続くから、ほんととりあえず負けるまで頑張ります。意外と伸びなかったね。108でストップです。はい、まあ、では100勝の景品目当てだからね。何くれんの？19万と、はい、グレートノチョーラ Z、 なんだこいつ。スキルはなんかゴミだけど、2、3回コード、飛型、爆発系、コツ、魔法カンター、耐性も悪くはない。なんか変なのもらいました。絶対文字数入んないだろこれ。もうグレーでいいわお前。ちょっと見たいな。はいはい、ありがとうございました。グレートノチョーラ Z、 ちょっと見れない、乗れる乗れる、ライドしてみよう。何
んだこいつ、中になんか乗ってる、中になんか乗ってる、もっとアップで見たいのに。はい、なんかこんなんもらいました。グレートノチョラ Z。 まあ育ててみようかな、うん、で、あとね、なんかね、そのどっかでそのアイテムを入手して、その最初のあの見えてるあの奥の祠のとこ行って使うと、そのサンチョが手に入るよっていうコメントがあったんよな。またそれもね、やろうと思います。うん、ちょっと調べて、もう一回そのコメントちょ読み直してから、ちょサンチョ手に入れに行こうかな。うん、はい、では今回はね、とりあえず100勝の景品はっていうことで、100勝勝ち抜きバトル編でした。はい。グレートノチョラ Z でした。なんかあんま嬉しくない、正直あんま嬉しくない。はい、はい、では、ご視聴ありがとうございました。